フランシスコ・ダニエル・カラバイオ、ルーゴはベネズエラ・アンソアテギ州アナコ出身の元プロ野球選手。独立リーグの四国アイランドリーグプラスとベースボールチャレンジリーグにおけるシーズン最多本塁がシーズン最多打点の記録保持者。2001年にヒューストン・アストロズと契約。2007年まで参加のマイナーチームでプレー。2008年は独立リーグである。 カナディアン・アメリカン・リーグのウースター・トルネードズでプレー2009年、四国、九州アイランドリーグのコーチファイティングドックスに入団。8月には打率、419、5本塁打、15打点を記録して、月間 MV。このシーズンに記録した111アンダー、18本塁打、76打点は、2020年シーズン終了時点において、いずれもリーグのシーズン記録である。 この都市コーチはリーグ優勝を達成。カラバイオは指名打者のベストナインに選ばれたが、シーズン MVP は同僚投手の吉川学となった。球団やリーグから対談の公式な発表はなかったが、2010年3月23日のリーグの監督、キャプテンによる記者会見の際に、監督の佐田岡佐都志から昨年に関を取った長距離打者が対談とのコメントがあり、 コーチを退団したことが明らかにされた。同年3月26日、ベースボールチャレンジリーグの群馬ダイヤモンドペガサスに入団した。群馬は前年のグランドチャンピオンシップでの対戦チームだった。PC リーグでは39試合で15本塁打を放ち、この記録がシーズン終了まで抜かれなかったので、カラバイオは2つの独立リーグにまたがって2年連続の 本塁打王を獲得することになった。オリックスバファローズ時代同年7月9日、オリックスバファローズが獲得を発表。7月12日に支配下登録された。BC リーグから外国人選手が NPB へ移籍するのは史上初。入団後の7月19日に一軍登録され、同日の大楽天戦で代打で途中出場すると、第2打席に初安打となる。 BC リーグ出身選手の NPB 初本塁打をレフトスタンドへ放った。その後も一軍で出場機会を得て随所で長打力を発揮した。最後は9月25日のロッテ戦での試合中にスイングした際に左手首を骨折して戦線離脱したが125打席で46三振打率257と荒さも見せつつも 7本塁打18打点とまずまずの成績を残した。8月21日のロッテ戦では満塁本塁打、9月15日の西武戦では1試合、2本塁打も記録していた。翌2011年は、キャンプ終盤にまたも左手首の手術を受け根気、絶望と思われたが、7月12日にウエスタンリーグで、実戦復帰するとその日の阪神戦で散乱を放つなど復調を見せ、 3日後の7月16日に1軍昇格すると不審の T 岡田に代わって4番に抜擢されるも打撃に制裁をかき1軍での出場はわずか4試合にとどまり10月24日に球団から戦力外通告を受けた2012年はカナディアン・アメリカンリーグのニュージャージー・ジャッカルズでプレー2013年に選手兼任コーチとして 群馬ダイヤモンドペガサスに3年ぶりに復帰。同年は青木里氏が持つ BC リーグの本類打記録を更新する活躍を見せ、最多本類打と最多打点のタイトルを獲得するとともに、シーズンの MVP とベストナインにも選ばれた。2014年からアレックス・ラミレスが打撃コーチに就任したことに伴い、打撃コーチ補佐となる。同年は前年更新した本類打。 打点の記録をさらに更新し、BC リーグ史上初のシーズン30本塁打を達成。打率もトップに立ち、リーグ初の三冠王に輝いた。2年連続でシーズン MVP ベストナインに選出される。シーズン終了後には古ス、オリックスが入団テストを行うことを発表した。2015年2月16日にオリックスが獲得を発表し、3年ぶりの復帰となった。 背番号は前回在籍時につけていた91が、すでに、アレッサンドロ・マエストリがつけていたため、99となった。なお、99が外国人選手に割り当てられるのは、ブルーウェーブ時代の1998から2000年に、トロイニールがつけて、以来15年ぶりのこととなる。チームに故障者が続出する中で春先は4番に、座り、5月までに11本塁打を放ったが、 6月以降は数字を残せず出場機会を減らし12月2日に自由契約となった。オフには第1回 WBSC プレミア12のベネズエラ代表に選出された。2016年1月30日、群馬に選手権コーチとして復帰することが報じられ2月1日にヤシコーチ兼人で入団することが発表された。群馬には2度目の復帰となる。 群馬に3シーズン在籍する間、3年連続最多本塁打に、加え2016年と2018年には、最多打点を獲得し、群馬の3年連続地区優勝に貢献した。この間、3年連続でリーグのシーズン MVP とベストナインに選出されている。2019年2月25日、毎シーズン限りでの任意引退が発表された。引退後は、 フロリダ州にあるトヨタ自動車のディーラーに勤務しており、地元の少年野球チームでの指導にも当たっている。一度目のオリックス入団時の2010年シーズンは英語でヒーローインタビューに応じていたが、2015年4月19日のヒーローインタビューでは流暢な日本語を披露し、ファンを驚かせた。以降、ヒーローインタビューやマスコミの取材には基本的に日本語で答えているが、 2015年5月13日のヒーローインタビューでは家族が来日していたために英語で応じている。独立リーグ時代に専属の通訳や英語、スペイン語のわかるチームメイトがいなかったため自ら覚えるしかなかったという。2010年5月に佐藤製薬ユンケルオーディションで選ばれ CM に出演。鉄骨の上で一郎と対戦する相手投手役。 NPB での初ホームランのお祝いとして、ユンケル100本が贈られたという。オリックス時代の応援歌は、ベンオグリビー、フレティ、ガルシア、カリーム・ガルシアなどに使われた曲の流用。一度目の入団と二度目の入団の間には、ボビー・スケールズに使用された。NPB タイトルタイトル表彰表彰。ありがとうございます。